それではトンファーの基本稽古から始めたいと思います。まず始める前の姿勢です。平足立ちで立ち、左側にトンファーを揃えて持ちます。この状態で礼をして基本動作に入ります。まず正面に礼、よー、続いて四股立ちになります。四股立ち、よい、前転、えい、両脚を前出して右手を引いて、空手と同じような動作になりますが、トンファを持つ分だけひねりや引き手に違いが出ます。はい、10本いきます。はい、よし、えい、えい、えい、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、よし、えい、8、えい、9、えい、うん、えい、はい、上段受け、はい、え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 い、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、よし、えい、8、えい、9、えい、うん、はい、この時のトンファーの位置をよく見てください。相手の攻撃を受けるわけですから、受ける方向にきちっとトンファーが向いていることが必要です。はい、下段払いいきます。はい、やって、えい、よし、えい、えい、えい、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、よし、えい、8、えい、9、えい、うん、えい、はい、ここまでが空手の基本とほぼ同じです。この次はトンファーの回転力を生かした練習です。外回し、内回しです。はい、1、えい、えい、えい、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、よし、えい、8、えい、9、えい、うん、えい、直れ。はい、外回し、内回しともに相手を攻撃する意味がありますので、ただ回すのではなく一点を狙うような形で行ってください。